チームとしてはやっぱ試合に向けて、まあ、着々と、まあ、準備をしていて、連戦に向けての準備をしてて、まあ、個人的にはその連戦があるので、そこにまあ絡んでいけるような、まあ、体作れて怪我しないようになったりを気にしています。まあ、休みもあった中で言ったら、まあいい方だと思っています。それはもちろんドリブルです。キャプ時代は初めてなので、うん、本当、まあ、何があるか分からないんですけど、ただ僕たちは、まあ、しっかり試合に勝つために試合をするだけなので、そんなに影響とかはあるのか分からないです。再開が決まったので、まあ、チーム一丸となって勝利目指して頑張っていくので、まあ、テレビ越しでも、まあ、ダゾン越しでも応援よろしくお願いします。やっぱりなんだろうな、ずっとうずうずしてた気持ちを爆発させるっていうところがやっと見えたので、まあ、素直に嬉しいですし、まあ、またみんなの前でサッカーできるっていうのはすごく幸せに思いますね。やっぱりなんだろうな、活気に満ち溢れてるっていうか、みんながやろうやろうっていう気持ちでみんなやってるんで、すごい楽しい雰囲気でやれてますね。まあ、やっぱり再開して勝つことが一番重要なのかなと思ってるので、そこのリーグ再開に向けての気持ちの部分だったりっていうのは、チーム的にも個人的にもそこに向けてみんなやってるので、まあ、いい準備ができてるのかなと思います。現地にはなかなか来ることができませんが、見えないところっていうか、まあ、しっかり練習もみんなしてるので、しっかりみんなに勝利を届けられるように僕たちも頑張るので、ダゾーン越しで応援どうぞよろしくお願いします。